の奥だよ。小さい私たちが囚われている場所は。やっとたどり着いたってわけか。ってことは当然あの偽物もいるわけだな。とうとうダークメガネと戦うことになるのね。はダーク女神と戦うのは初めてだったな。だが安心していいぜ。何せ俺がいるんだからな。シェアリングフィールドさえ展開できればただ図体がでかいだけのテクノ棒だ。おじけつく必要なんかねえよ。ですね。娘さんがいればダーク女神なんて怖くありません。キラーソフト。来た来た。
振り向いたんだこれより1戦目誰を狙おうかしら
ラッデルフェス。任せてください。使命を果たす。私に任せなさい。お前の魂、冥界へ送り返してやるよ。烈火死霊山。
ストラス2ユー。ま、私に任せなさい。魔最強ゴーアン。見えるよ。荷物です。
光を消さなくて。俺たちは一つだったって。裏切り
切られ苦しめられた記憶がないのなら俺が思い出させてあげるよ。うずめなんてダッセーよな。殺せ、うずめを殺せ、滅ぼされる前に殺してしまえ。嘘だよ、あんなの女神じゃない、悪魔よ。新しい女神だからって期待してたのに。大丈夫うずめ。しっかりするんだうずめ。君が持っていた記憶の何倍もの記憶を与えたんだ。脳や心がそれを受け入れ整理するのにも時間が必要だろう。せっかくだ。その間にここまでたどり着いた報酬として偽りの歴史しか知らない哀れな君たちに教えてあげよう。愚民に裏切られ闇に葬られた守護女神の歴史を。守護女神とはゲーム業界の人々の望みや願望がシェアエネルギーとなりそれが元で生まれる、いわば女神とは人間の願いが作り出す神だ。だが奴らは俺を裏切った。生み出しておきながら自分たちには不都合で恐ろしくて忌々しい存在だとね。そして奴らは俺の抹殺を企て、それも無理だと分かると俺を封印し、あろうことか奴らは俺のことを黒歴史とし、もともと俺という女神がいなかったものとして新たな女神を求め始めた。だから俺は復讐を誓った。自分勝手な民衆、そしてゲーム業界。するとどうだ、憎しみに引き寄せられるようにシェアエネルギーではなくネガティブな感情がエネルギーとして集まってきたではないか。だから俺はその力と妄想力を使って女神らしく奴らの願いを叶えてやったのさ。黒歴史らしくゲーム業界から俺に関する全ての記憶や記録が消えるよう歴史そのものを根幹から改変してやったのさ。そして俺という存在を忘れた愚民どもは新たな女神ウラヌスを生み出したのだ。じゃあ、あなたは。そう、俺こそがプラネティウヌの守護女神天皇星うずめだ。そういうことだよ。分かったかい？ならひざまずきたまえ。後輩風情が図が高いよ。な、何？体が重い。この引っ張られる感じは重力？そして君もだ。俺絞りかすのくせにオリジナルの俺に盾つこうなんて肩腹痛い。そして種明かしだ。この世界新次元とは封印され眠っている俺の心の中にできた世界だ。今俺が見ている夢の中とでも思うべきか。なんせ俺が滅ぼしてしまったゲーム業界の悪夢がこの新次元の元になったんだからね。だから君たちが言うゼロ次元なんてものは存在しない。あそこは新次元の外れ、いわば入り口のような場所だからね。それゆえにこの世界の事象を操作することなどたやすいことなんだよ。ありえないわ、そんなのデタラメよ。それすらも可能にするのが妄想力だ。だからこそ誰もが俺を恐れ抹殺しようとした。そして俺は長い間この世界で暮らしていくうちにひらめいたのさ。外から封印を破ることはできなくても
この世界が独立した次元と化しているのなら、この次元を破壊し超次元へ行こうとね。だけどそんな時だ、一つだけイレギュラーな事態が起きた。それが俺さ。何が原因かは分からない。突然精神、魂の一部が分離し、俺という存在が生まれ、そしてあろうことかダーク女神による次元破壊を防ごうとしているではないか。おかげでこの次元を破壊し超次元へと乗り込む作戦が失敗に終わった。だがそれ以上に新たな発見もあったんだ。俺がシアエネルギーによる力を、俺自身をパワーアップするということに。するとどうだろう。次第に超次元の様子が鮮明に見えるようになり、短時間だが超次元に具現できるような。とはいえ実体はないに等しいからね。まるでホログラムのように物に触れることすらできなかった。そして俺はその2つの次元を融合させ、封印を破らずとも超次元に具現させる方法を思いついた。だからより力を得るために、途中からは俺が力を得られるようにマジェコンドを差し向けてお膳立てをしてあげたのさ。いわゆるゼロ次元を冒険する俺が強くなるよう絶対プレイをしてあげてたのさ。発見と協力に感謝するよ、後輩職人。ゼロ次元を救うためにしていたことがあなたへの協力だったなんて。全て仕組まれていたというのか。まるで家畜を育てているようだったよ。餌を与え、吠えさせ、ゴールドサードにも言わないとね。黄金の頂が超次元を示すマーカーになってくれたおかげで、この次元を超次元に誘導することができたんだからね。一時的に信仰心が下がる守護女神の転換期に、さらにあることないことネガティブな情報を流し、守護女神という存在そのものの必要性を下げる。すると守護女神ありきで成り立つゲーム業界は、その生存本能として新たな守護者を生み出すために黄金の頂を作る。そして黄金の頂の特異な反応は、多次元空間での珍しいものとして異なる次元からでも観測されるのさ。私たちも秘密基地